私のチャンネルへようこそ。 JBN ワンビュー KN G リーンチェープリンスと何は男子の扱いの違いに日しかく来年はステージで見られる。年末のカウントダウンコンサート以外キンプリのステージはまだ予定されていない。脱退前にツアーが組まれればいいのだが、しかくあっさり終わったキンプリのパート、そして道枝駿佑20主演ドラマの主題歌でクールで高難度なダンスが話題になったザ・アンサーを披露。キラキラした雰囲気のデビュー曲初心ラブから打って変わったダークファンタジーな世界観で疾走感あふれる迫力満点なパフォーマンスだった。キンプリは9時台に緑の衣装で登場し、平野紫耀25主演のドラマの主題歌月読みを披露。今週で最終回のドラマと共にめちゃめちゃバズってますと紹介されたが、該当罠とのトークなくそのままパフォーマンスが始まり、メンバーのコメントは聞けなかった。これを受けツイッター上では、なにわだけトークあり、キンプリちゃんトークなかった、ここでも、なにわびいきなのか、などとざわつき、不毛な口パク論争に続いて、なにわのダンス曲を、キンプリの真似とか言ってるティアラキモすぎ、など、曲調やダンスにまで飛び火していた。なにわびいき等声がありますが、3人が脱退するため5月以降は出演の機会が減るであろうキンプリの次に備え、テレビ局がなにわ男子を重用するのは当然でしょうね。なにわはキラキライメージではなく、最近のキンプリのような本格的な歌とダンスを披露しましたが、事務所もメンバーもキンプリの次を意識しているのは間違いないですね。デビューからわずか1年のなにわ男子だが、ジャニーズ JR 時代の下積みを加えるとメンバーのキャリアは長く、実力は十分に備えている。今回の放送はなにわ男子がホストキンプリを担うという大きなアピールだったことは間違いないだろう。夜7時にスタートした番組冒頭、キンプリとなにわ男子のスペシャルメドレーで、キンプリは赤い衣装でテレビ初披露の君とメリークリスマス9枚目のシングル曲 Love in YOU を披露。続いてなにわ男子が緑の衣装で MERRY クリスマスを披露した。2つのグループの衣装を合わせてクリスマスカラーとなる華やかな演出だったが、視聴者はツイッター上でキンプリが生歌で頑張ってる後に、なにわの口パク W もうここまで口パクしかしないならもっと口パク上手くなってくれよ、などいきなり不穏な雰囲気に。また9時台になにわ男子が黒い大人っぽい衣装で登場すると、昨年の11月11日同番組に初登場した時の映像が紹介された。マックの江藤愛アナに明るいところは変わらずだったと思うんですが、と感想を問われ、大橋和也25がめちゃくちゃウブだった、と応じた。さらに、振り返ってどんな一年でしたか?と問われ、大橋はデビューライブをやらせていただいたりとか、いろんなライブに出演させていただいて、まさに、ライブ、な一年でした、と番組名にかけたコメント。メンバーに座布団1枚と称賛の拍手を受けていた。12月19日放送の TBS 系音楽特番 CDTV ライブクリスマス4時間 SP で KNG リーンチェープリンスとなにわ男子の扱いの違いに多くの視聴者がざわついた。うようだあーだキング&プリンス CDTVトークゼロの現実、なにわ男子の生歌と高難易度ダンス披露で明らかになったポストキンプリの実力と将来性。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。